ファントムレイ B747 に搭載されるファントムレイファントムレイはアメリカ合衆国のボーイング社の開発部門ファントムワークスが開発した戦闘型無人航空機である。本機は偵察や対地攻撃自立空中給油任務を含むテスト飛行計画を実施するためのほぼ戦闘機の大きさのデモンストレーション用航空機である。ファントムレイプロジェクトはボーイング社内では プロジェクトリーブルーと呼ばれ、2007年中頃に最初に概念化され、2008年6月早々に開始された。このプロジェクトは2009年5月まではごく一部の経営幹部や技術者たちを除けば、社内でも秘密にされていた。ファントムレイの開発は、ボーイングファントムワークスによって、ボーイング社が国防高等研究計画局、米空軍、 米海軍の共同計画であったジョイントアンマンドコンバットエアシステムズのために独自に開発していた X-45C の試作機を基本に行われた。しかしファントムレイは特定の計画や競争を狙ったものではなかった。ファントムレイは2010年5月10日にセントルイスで公開された。2010年11月末にミズーリ州セントルイスで 低速タクシー試験が実施された。実演機は6ヶ月間にわたって、情報収集や監視、偵察、敵の防空の抑制といった支援作戦や、電子攻撃、相当戦闘、そして自立空中給油などの銃の試験飛行を行った。ボーイング社は、ファントムレイが試作機の最初のシリーズになると期待していた。ファントムレイの初飛行は2010年12月に、 NASA のドライデン飛行研究センターより行われると予定されていたが、その予定は2011年初頭に延期された。機体は試験飛行の間の2010年12月13日に B-747 シャトル輸送機によってセントルイスからドライデン飛行研究センターへ輸送された。2011年4月27日、カリフォルニア州エドワーズ空軍基地において初飛行を行った。 印の数値は、X-45 のものである。出典、ボーイングバックグラウンダー、エフォステクノロジー X-45、ボーイング X-45 ページ証言性能。ありがとうございます。